皆様こんばんは。いつもご覧くださいまして誠にありがとうございます。今回はこんな感じで、冒頭の部分はうぷ主のおっさんのナレーションでお届けいたします。さて今回は名鉄西尾線と蒲郡線の廃止構想について、小学生なら多分分かるように解説していきます。では早速ご覧ください。では最初に、皆さんこのように思ったことはないでしょうか。おい、今日のテーマはどこの話だよ。今回の舞台は愛知県南部のエリアです。ここには名鉄が運営する西尾線、蒲郡線という路線があります。西尾線とは名鉄名古屋本線が通る新安城駅から吉良吉田駅までを走る路線で、蒲郡線とは吉良吉田駅から JR 東海道線が通る蒲郡線までを走る路線です。さて、これら2つの路線について名鉄はこのように言いました。西尾線の先っぽと蒲郡線リストラしたいな。こんな感じで西尾線の一部区間と蒲郡線の全線を廃止したいと言いました。このように言い始めたのは今から約25年前とのことだったそうです。ただこのような話が出るたびにいろいろとあり、まだ廃止には至っていないのですが、近い将来には消滅する可能性がある感じになっています。まあどうして最近になってこのような話が登場したのか、経緯について見ていきましょう。今でこそ名鉄という一つの会社が西尾線、蒲郡線ともに運営しているのですが、戦前の時代は別々の会社となっていました。太平洋戦争がスタートすると、私鉄は地域ごとにまとまるべきと国が言ったため、名鉄という一つの会社になり、戦後も名鉄が運営する形となりました。そして蒲郡線は西尾線の延長線上の部分みたいなポジションになりました。さて、日本が高度経済成長期というイケイケの時代に入ると、蒲郡線の沿線ではレジャー施設という遊ぶ場所がいくつかできました。その結果、人々はこのように言いました。名鉄の西尾線と蒲郡線に乗って遊びに行くぞ。こうして電車に乗って名鉄蒲郡線の沿線にあるレジャー施設に行く人が増えました。その結果、蒲郡線では西尾線を経由して特急が名古屋方面へ行き来するようになりました。電車1本で名古屋の中心部まで行けるとのことで、蒲郡線は普通に大都市圏の路線みたいなポジションだったそうです。ただ世の中が徐々にオワコン化すると、沿線にあったレジャー施設はこのように言いました。うわー、全然人来ねえじゃねえかよ。あー、閉店するか。日本のイケイケの時代が終わり始めた頃、蒲郡市内の沿線ではレジャー施設がオワコン化するようになりました。さらに沿線の人々はこのように言いました。あー、車買っちゃった。やっぱり愛知県は電車じゃなくて車だよな。こんな感じで人々はマイカーを買い、地域全体は車社会になりました。その結果、公共交通機関に乗る人は減り、電車に乗る人が減る感じになりました。こうして名鉄蒲郡線は赤字のローカル線になり、西尾線の先っぽの部分も同じ感じで赤字になりました。さらに時代は国鉄から JR になり、近くを走る東海道線では本数が大幅にアップしました。その結果、鉄道で名古屋方面へ行き来している人はこのように言いました。 JR めっちゃ便利になったな。これからは JR にしよう。国鉄時代の東海道線は本数が1時間あたり2本でかなり不便でした。しかし JR という普通の会社になった結果、本数アップ、新快速の登場などがあり、昔とは比べ物にならないほど便利になりました。そんなわけで名鉄と JR を選べる地域に住んでいた人たちは名鉄から JR に乗り換えたとのことです。こうして名鉄西尾線、蒲郡線はオワコン化したわけです。そして名鉄はついにこのように言いました。オワコン化した路線は廃止にしたいな。会社の足を引っ張る儲からない路線をまとめて廃止にしたいと言いました。そして三河線の碧南吉良吉田間などは本当に消滅しました。一方、西尾線の先っぽの区間と蒲郡線は三河線よりはマシだったこともあり、名鉄はまずこのように言いました。
とりあえず社員を減らして出費を減らすか。こうして蒲郡線の電車をワンマン運転に切り替え、途中駅に駐留していた駅員を転勤させ、無人駅にし出費を減らしました。それでも乗るお客さんの数は減り続け、名鉄という会社の足をますます引っ張るようになりました。そして最近になり、名鉄は再びこのように言いました。もうちょっと無理かも。近々廃止にしたいな。こうして廃止に向けていろいろと考え始め、今へと至るとのことです。なお西尾線については、新安城駅から西尾駅までの区間は普通に生き残るとのことです。この区間は都会のエリアとなっていて、お客さんが多く、西尾キラ吉田間とは全く別世界となっているためです。まあそんな感じで、名鉄西尾線の先っぽと蒲郡線の全線が将来的に消滅するかもしれない感じになっているわけですが、皆さんはどう思いますか？なお、ウプ主のおっさん、感想としてこのように言いました。なるほど、まあ会社の経営の合理化とはこういうことなんですね。蒲合理化西尾言うて。以上、名鉄西尾線と蒲郡線の廃止構想についての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。